だって知ってます。はい、行きましょう。ミスすぎってなんだ、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 ミスすぎはこれだ、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 ミスすぎってなんだ、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 カルト集団では決してありません。公明党は嫌いでも創価学会員を嫌いにならないでください。私たちは今安保法制を反対する創価学会員の有志です。我々は今山口、公明党代表に安保法制白紙撤回を要請する請願書、皆様の署名活動ご協力をいただいております。創価学会以外の国民の皆様、ぜひ趣旨賛同いただける方、署名活動ご協力をお願いいたします。よろしくお願いいたします。今ご署名いただけない方は一人でもいいので署名用紙を渡しますので、才能、実績までずっといますので、総合会は歴代会長が国党に拉致をされ、そして
きりと前を押してください。足はないようにお願いします。手引き押しはないようにお願いします。手引きと押しはないようにお願いします。Thank you.
か。
丸です。皆さん、こんにちは。民主党代表の
の皆さん、今日にこの姿、国民の皆さんが、普通の国民がみんな来て危機感を持って怒っている、そのことを安倍政権に僕らたたき合ったからです。ですから皆さん、これから3週間、さらに力を貸してください。一緒になって法案、廃案にしようじゃありませんか。そしてもう一つ、安倍政権の狙いはこの法案にとどまるものではありません。自由民主党の憲法改正法案見てください。自衛権の行使を制限なく憲法が認めるようにしよう。限定した集団的自衛権の行使じゃなくて、集団的自衛権の行使はおよそ認める憲法に変えよう。これが自民党のやろうとしていることじゃありませんか。安倍政権が続く限りこの動きは止まりませんよ皆さん。一緒になってこの安倍政権の歩みを止めようじゃありませんか。どうか最後までこの戦い、厳しい戦いです。しかし断固戦い抜いて10年20年経って、あの時あなたたちは何をしていたのかと言われないように、私たちも徹底的に頑張ります。どうかよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。続いて日本共産党委員長、志位和夫さんです。志位さん頼むよ。皆さんこんにちは。日本共産党の志位和夫です。参議院で戦争法案の審議が開始されて1ヶ月です。審議すればするほど安倍政権が追い詰められ、まともな答弁ができなくなっているじゃありませんか。そうだ。特別委員会の審議、これまでになんと77回を中断し、審議途中での3回という事態も起こってます。そうだ。ここまでボロボロになった戦争法案は廃案にするしかありません。3つのことを訴えたい。第一、皆さん、安倍政権は戦争法案の根幹部分について整合性のある答弁ができなくなっています。安倍首相は集団的自衛権行使の具体例としてパネルまで使って日本人を乗せた米艦の防護ということを言い立てましたね。しかし先日の審議で中谷防衛大臣は、日本人が乗っていなくても集団的自衛権行使することはあると言ったじゃないですか。あれほど繰り返したホルムズ海峡の機雷掃海についても、党のイランがそんなことはありえないという中で言えなくなってるじゃありませんか。なぜ集団的自衛権行使が必要なのか、もう説明がつきません。政府が出してきた具体例というのは、どれもこれもがみんな嘘をごまかしだったじゃありませんか。嘘をごまかしというのはどういうことでしょう。裏返して言いますと、政府の裁量で何でもできるってことですよ。自衛隊の戦争への参加を白紙人情を与える、こんな法案断じて許すわけにはまいりません。第二、皆さん、今度の戦争法案、ありとあらゆる点で自衛隊の軍事行動への歯止めはありません。参議院で恐るべきことは明らかになりました。米軍のために自衛隊がどんなものを運べるのか、クラスター弾も運べる、劣化ウラン弾も運べる、毒ガスも運べる、核兵器まで法律上は運べると答弁したんであります。皆さん、大量破壊兵器も非人道的兵器も何でも運べる、こんなものが憲法9条の下で許されないことは明らかではないでしょうか。そして皆さん、第3に自衛隊倒幕幹部が秘密裏に戦争法案の成立を前提に具体化の検討をやっていたことが明るみに出てまいりました。その内文書を見て驚きましたよ。自衛隊と米軍との
軍軍の調整所を作ると書いてある。共同戦争支援部を作るってんで、それから南スーダン PKO への駆けつけ警護を追加する、南シナ海での警戒活動を検討する。皆さん、どれもこれも国会では一度も説明されたことがないことですよ。それを5月26日衆議院で審議が始まったその日に、全国350人の幹部自衛官を集めて一人してた。これが軍の暴走と言わずして何というのかということに大事ありませんか。皆さん、戦前戦中天皇の大権のもとに軍部が暴走して侵略戦争になりました。今米軍の大権、米軍の指揮下で自衛隊が暴走している。これを突きつけられても、首相も防衛大臣も当然だと言っていいの。皆さん、この二人には揃ってやめてもらおうじゃありませんか。皆さん、あと4週間会期末まで、ここが正念場です。絶対に通用じゃありませんか。全国通乱まで戦争法案反対、このテロの運動を広げに広げ、この力で安倍政権を破壊締めにして、参議院での採決させない、衆議院での採決もさせない、必ず廃案に追い込み、安倍政権を打倒しようじゃありませんか。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続いて社会民主党党首吉田忠智さんです。社会民主党党首の吉田忠智でございます。戦争法案廃案を求めて国会本位行動に参加の皆さん、大変お疲れ様です。社民党代表して心から全体のご挨拶を申し上げます。皆さん、国会の審議は安倍総理の思い通りには全く進んでいません。遅れに遅れています。どうしてなのか。日本各地で戦争法案反対の声が大きく広がっているからであります。そうだ。衆議院では118回国会が止まりました。そして参議院でもすでに77回も止まっています。大臣の発言がコロコロ変わる、修正に修正を重ねる、まさに憲法違反の欠陥法案であります。この間の国会の議論で私は3つのことが明らかになったと思っています。一つは憲法違反、同じことの答弁しかしない。長年自民党政権の下でも積み上げてきた集団的自衛権行使はできないという憲法解釈を1972年の政府見解をつまみ食いして、理由はただ一つ、安全保障環境が変わった。そして昨年の閣議決定で解釈を変えました。立憲主義を否定する法的安定性など全くない。防御じゃありませんか皆さん。その二つ目、自衛隊をアメリカや密接な国々と一緒に海外に派遣をする、全く歯止めのない海外への派遣で戦争に巻き込まれる危険性が高まるのであります。安倍総理も中谷大臣も、いや法律上はどうなるけれども政策判断で行わない、核兵器も輸送できるから政策判断、そのようなことを行うことはない、そのように言いますけれども、そんなものは全く歯止めがないじゃありませんか。そうだ。3つ目、
安倍総理の積極的平和主義は時代遅れでまやかしだ。武力を背景にしてそして外交を行う、これは極めて時代遅れの安全保障政策であります。先日来日した積極的平和を唱えるヨハン・ガルツングさんが言いました。専守防衛も大事だ、しかし紛争や戦争のもとになる貧困や差別や抑圧、これを取り除く人間の安全保障こそ今一番大事だ。皆さん、それを具体化するのが憲法の前文、そして平和主義、基本的人権の尊重、国民主権、そして憲法9条を含む平和憲法じゃありませんか。あ、そうだ。平和憲法の理念を生かす安全保障政策こそ今求められています。皆さん、いよいよ正念場です。これからの私たちの戦いと行動が必ずこの戦争法案廃案に追い込む戦争法案を阻止することにつながる、そのように確信をしています。皆さん、社民党も今日見える政党の皆さん、政党の立場を超えて、立場の違いを超えて、戦争法案廃案、安倍政権打倒に向けて全力を挙げていく決意を申し上げまして、全体のご挨拶にさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は生活の党と山本太郎と仲間たち、代表の小沢一郎さんです。お父さん、大勢の国民の皆さん、今日は本当にご苦労さんでございます。ただいまご紹介いただきました小沢一郎です。私は今までこういう集会に顔を出したことはほとんどありませんけれども、今回だけは何としてもいい加減で馬鹿げた、そして危険な法律を阻止するために何としてもみんなで力を合わせなきゃいけない、これを阻止して、そして安倍内閣を退陣に追い込む、そういう思いの中で今日皆さんの前に立ちました。どうか皆さん、私どもも岡田代表をはじめ各党の皆さんと力を合わせて最後の最後まで戦い抜く決意でございます。どうぞ皆さん、国民の皆さんのお力をいただきまして、お互いに力を合わせて安倍内閣の退陣まで頑張りましょう。よろしくお願いいたします。
皆さん、実行委員会です。今、私たちの行動は大きく成功しつつあります。再三、実行委員会からのお願いです。今日は高齢の方も体の調子のあまり良くない方もいらっしゃいます。お互いにそれらの人に十分配慮をして、どうか押し合わずに最後まで私たちの希望力の工事構想を完結することに皆さんのご協力をお願いします。私たちは今成功しつつあります。私たちの今日の行動は大きく成功しつつあります。最後までやりに行きたいと思います。すみません、学者と宗教者の方で、このステージに訪ねてくるようにお伝えのあった方、ぜひステージの周りに今来てください。学者と宗教者のスピーカーの皆さん、どうかこのステージの周りにどうかお集まりください。福山慎吾さんが、看板を掲げていますので、福山さんのところをお尋ねください。以上です。嘘も100回繰り返せば誠なしくなるのばかりに、詭弁をもてあそび、反対の声には黙らせろと脅すなど、安倍政権のやることなすこと一つ一つにそこまでやるのかという驚きがつきまとっています。一方、市民の立ち上がりは老若男女、各界各層、空前の規模を持って広がっています。戦争か平和かの分かれ道に私たちは立っています。歴史の鍵は私たちの手の中に握られています。過ちは繰り返しませんと、すべての戦争犠牲者に誓った約束を果たさなければなりません。平和への歴史のページを開こうではありませんか。どうぞ。それではスピーチを続けます。次は戦争をさせない千人委員会から鎌田聡さんです。皆さん、ご苦労様です。今日は東京で10万人、全国で100万人の結集を目指してます。今この場所にもどんどん向かって歩いてきてます。そしてこの同じ時間に京都、大阪、九州、いろんなところで集会が開かれています。皆さん、絶対私たちはこの力を結集して安保法案は潰す、そういう決意で今戦っています。思えば55年前、岸首相が5月強行採決をしました。60年安保闘争の時に岸が強行採決して、この国会に30万人、20万人と集まってきました。今55年経ってもう一度そのような紅葉が開かれています。しかし残念です。私たちはこの55年間どれだけ頑張ってきたのか、55年もっと前に頑張っていればこういう集会をしなくても済んだ。安倍内閣は生まれることはなかった。彼は今アメリカと一緒に戦争をしようとしている日本の自衛隊をアメリカの代わりに戦地に差し出そうとしている、このような指導を私たちは許すことができなかったわけです。残念です。かつて私たちは安保反対、岸を倒せって叫んでこの国会の周りを走り回りました。今私たちは同じように安保反対、安倍を倒せで頑張ってます。もっと頑張らなきゃいけない。この55年間私たちは苦心してきたと思います。安倍は本当に珍しい、その55年経って現れた嘘つき内閣です。彼のような嘘つき大臣はいない。原発が事故が起こって放射能の水が流れても、それは完全にコントロールしてるという目的のためには嘘をつく、こういう政治家は許してはいけない。あるいは積極的平和主義という
これはノルウェーのガルトイングの言葉を表述したものです。ガルトイングは何を中心にするか、対話です。お互いの対話によって平和を作っていく。安倍は対話ができるか、安倍みたいに対話ができない奴はいない。そういう奴が積極的平和主義とかいう世界的な平和主義を汚している、消滅している、こういうことが成り立っている。この国会は嘘つき大会となっている。こういう内閣をなぜ私たちはお目を見と許してなくちゃいけないのか、とても残念です。雨が少し降ってきましたけど、まだまだ頑張らなきゃいけない。皆さん、私たちはとにかく今までの努力が足りなかった、さらにもっと結集して、とにかく私たちの非暴力闘争によって安保法案を潰す、そういうような決意を今日も新たにしたいというふうに思っています。安倍内閣は希望の同盟と言ってる。彼はアメリカに行って、なんと安保、アメリカとの軍事同盟を希望の同盟と言ってる。何が希望なのか、絶望じゃないか。戦争の同盟がなぜ希望なのか、こういうふうに全部言いくるめて嘘をつく内閣を私たちは残念ながら許している。本当に残念であります。今私たちは日の子の基地建設、米軍の基地です。これはガム島に移設する、米軍が移設する資金も全部日本が負担する。日の子に作る基地の金も全部日本が負担する。そしてあの美しい珊瑚礁に囲まれた海をロシアで潰そうとしている。そして原発はもうすでに仙台原発は再稼働させている。そして TPP で米を輸入しようとしている。それから首切り自由にしようとしている。それから残業代も払わないようにしている。こういう人間に対する差別と抑圧がなぜ積極的に平和主義なのか。積極的平和主義は対話と平和主義と差別をなくしない、格差をなくしない、格差をなくす、そういうふうな主張です。平和の主張です。人間の思想です。安倍は平和的、積極的平和主義などと言ってはいけない。積極的戦争主義となっていけない。まだまだこれから国会は続きます。私たちはこの国会を包囲して、とにかく今日の10万、さらには20万、あるいは原発反対運動もやっていく。9月6日、京都、9月23日、代々木公園、大集会を開きます。私たちは戦争、原発、沖縄、すべてで戦ってきます。まだまだ力を合わせて頑張っていきましょう。ここにはとにかく戦争法案に反対するすべての政党、すべての団体、すべての人たちが結集しています。まだ集まってこれない人もいる。もっともっと集まるような場所を作っていきたい。皆さん本当に頑張りに行きましょう。ありがとうございました。安倍首相はこの安保法制、国民の生命の安全のためと言っていますが、こんなものは本当に嘘っぱち、まさに生来の詐欺師が誠実を語るようなものであります。安倍政権は国民の生命安全なんてこれっぽっちも考えていない。それが何より証拠には、先週福島原発事故の被災者に対する支援の縮小を閣議決定しました。戦場が下がったからもう帰れ、これ以上逃げるのは俺らの勝手だからサポートはしない。これは本当に人目なしの所業です。どうも。昔時代劇で万屋金之助が悪者を退治するときに、てめえら人間じゃねえ、叩き切ってやると叫びました。私も同じ気持ち。もちろん暴力を使うわけにはいきませんが、安倍に言いたい、お前が人間じゃない、叩き切ってやる。民主主義の仕組みを使って叩き切りましょう、叩き切りましょう。我々のこの行動、確実に与党の政治家を圧迫し縛っています。与党がやりたいことを次から次へと先送りして、この戦争法案に
し、安倍政権の退陣、これを勝ち取るために今日の2倍3倍の力でもって一層戦いを続けていこうではありませんか。皆さんのこれからの努力、我々の協力をお誓い申し上げて私の挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。民主主義の刀で叩き切りましょう。ありがとうございました。続きまして講談師神田徹さんです。お願いします。こんにちは、安倍の中ご苦労様です。私は裸足の弦という漫画を講談にして29年語っております。なんということでしょうか。この講談を最初に発表した1986年から今の方がずっとずっと戦争が迫ってきてしまいました。これはですね、確実に準備をしていたんです。あの人たちは今日のために、それを私たちは今これから取り戻さなければいけないんです。私は福島県の中心です。仙台原発が再稼働されましたが、よくもあんなことができると思いますよ。福島はズタズタです。来年には帰還させようとしておりますけれどもね、うちの中はネズミの死骸とイノシシの糞だらけですよ。どんなところにどうやって暮らせと言うんですか。こう言うんだったら安倍さん、あんたが福島に真っ最初に戻りなさい。元法案をどうしても通したって言うんなら、あんたが一度先に戦争に行きなさい。日本だけ好きなところにいて世界に向かって嘘800ついている、こんなの許せません。皆さん、私たち講談師は見てきたような嘘を好きと言われて、昔から庶民に夢を与える嘘をたくさん見て楽しくお話を聞いていただいた、夢を与える嘘を語ってきた芸人です。ところが安倍さんはですね、とんでもない嘘つき。あの人は人を殺す嘘をついてるんです。冗談じゃないですよね。あの戦争で多くの方が亡くなって、その結晶としてできたのが憲法じゃないですか。憲法9条じゃないですか。もしこの憲法9条を骨抜きにしようとするなら、自分たちが侵略した一つ一つの国を歩いて許可を得なさいと言いたい。自分たち勝手に国民がこれだけ怒り狂っている、その中でもあの国会で何ですか、みんなで寝ぼけ眼でこんな大切な法案をとにかく時間だけ費やしてやり過ごそう、発で押し切ろうとしているんですよ。でも皆さん、私一つだけ安倍さんに褒めてあげたいんですよ。あの人が首相でただ一つだけいいことがあった、それはいいですが、会期が延長したおかげで、もちろんこのオールズの皆さんもそうですが、ミドルズの皆さんもそうですが、大学生のシューズの皆さん、これだけ全国的に立ち上がった、高校生でも立ち上がって、中学生も小学生もデモをやろうというふうになった、これすごいじゃないですか。みんな本気で自分の国の将来を自分たちの命は自分たちで守らなきゃいけないと気がついたんですよ。だから安倍さん、あんたは一つだけいいことをしたんだから、もう安心して退きなさいと。晩まで安保のことばっかり、ここに10万人ぐらいの人がいました。
今はもうほとんど名だたる俳優さんたちもたくさんいて、私のころは青年俳優で、私はまあ、あの田舎から出てきたばっかりで、まあ、野球の一人に過ぎなかったんですけども、私55年の今日、要請を受けまして、お前も出てこいってことだったんですけど、本当になんか、感無量っていうか、確かあの、この辺の地下鉄から出てきて、参加したんですけども、その時も10万人ぐらいの方がいましたね。私はあの映画人球場の会の代表世話人なことをしておりますが、山田洋次監督とか、アニメーションの鳥畑、高畑勲さんとか、あとともに、長年その勤めをしておりますけども、その中で、私を、まあ、親しいというか、よく知っております、前城恵子さんとか、大竹しのぶさんとか、野際陽子さんとか、そういった方たちも私たちの呼びかけに応じて、救助を守る会を、一緒にやっててくれてます。とにかく今日はこれちょっと見えないと思いますが、これ一枚のハガキっていう、私はこの新藤兼人監督のまあ弟子なんですね、まだ弟子なんですけど、まあ、一人なんですが、この先生100歳まで生きました。98歳の時にこの名作を残して亡くなられましたけれども、先生は私は50年間ほどお付き合いがございますけれども、最後まで戦争はダメだ、戦争はダメだと、もうそのことばっかりをもう本当遺言のようにして亡くなられました。その思いを繋がなきゃいけないという気持ちで今日参加させていただきました。どうもありがとうございます。いかにも軽い感じですね、阿部ちゃん。本当に困ったっす。
何よりも歴史を知らない、歴史を知らない、学校で習ってない、自分自身も勉強してない、歴史を知らない。だから、この間の戦後70年だまですか、あの作文にですね、こう言ってますね。過去の責任を将来の世代には負わせないと言ってるんですよね。だからね、現在の視点から過去をきちんと眺めて、未来に、これが歴史の役割なんですよ。ね。日本国は中国、アジアで犯した2000万人の殺人です。これは2000万人の殺人をですね、そういう罪を50年に100年も犠牲者の犠牲に釣られる人が、はい、明けてね、もういいと、もう許すと言ってくれるまで我々は50年、100年もやっぱり謝れ、その時ひどい罪を中国とアジアで、日本で、それ安倍ちゃん認めようとしないわけですよ、それをね、って子供に教えるな、責任を負わせないってことは惜しいな、今言っておかしい、それで消せるわ。2番目に安倍ちゃんは政治というものを知らない。でこのまま言ったらですね、もう自民党みんな、もうあの国民の怒りでですね、自民党も安倍政権もね、みんな首を絞められて、じわじわボディーブローみたいにね、パンチが効いてくる、それでいずれ倒れる、その政治の力学を知らない、そんなのがね、そんな人がそれじゃ謎がですよ。最後にだ、安倍ちゃんは民主主義が分かって、民主主義が分かっていない、民主主義が多数決だ、与党は今世界普通持ってるから 何でもやっていいんだと、そう言ってます。だけどね、多数決というのはね、民主主義の一つの要件に過ぎないんですよ。はい、じゃあ、はい、最後はいはいはい、一緒にね、やりたいからね。はい、もし安倍ちゃんが何かやったら、この100万人のデモ、今度この次100万人のデモで粛々とね、この中へ入って座り込むじゃないですか。ね、あのね、西洋の言葉でね、ね、はいはいはい、じゃあ最後、スプレーコー、アメリカ流のスプレーコールをやります。いいですか、少し長いですけどね、私が N って言ったら N って言ってくださいね。N、O、M、M、R、R、E、E、A、A、B、B、E、E、No more Abe、No more Abe、もう一回、No more Abe、No more Abe、No more Abe、Thank you。ありがとうございました。それでは、一回コールを挟みます。コールを行っていきましょう。もうぎっしりですね。この国会に向かってコールを叩きつけましょう。戦争法案絶対反対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 。今すぐ廃案。今すぐ廃案。戦争法案絶対反対。戦争法案
今すぐハイアン、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 強行採決絶対やめろ、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 安倍政権は直ちに退陣、安倍政権は直ちに退陣、ただ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 ちに退陣、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 戦争反対、戦争反対、救助守れ、救助守れ、戦争反対、戦争反対、救助守れ、救助守れ、強行採決絶対やめろ、強行採決絶対やめろ、安倍政権の暴走止めよ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 、戦争反対、戦争反対、救助守れ、救助守れ、戦争反対、戦争反対、救助守れ、救助守れ、戦争法案今すぐ廃案、戦争法案今すぐ廃案、今すぐハイアン、今すぐハイアン、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 ありがとうございます。ここでお問い合わせがあります。浄土宗の大河内さん、浄土宗の大河内さん、いらっしゃいましたらステージまでお越しください。浄土宗の大河内さん、いらっしゃいましたらステージまでお越しください。それでは引き続きスピーチをいただきます。過剰警備監視国会議員団から有田参議院議員です。戦後70年の日本の歴史の中で最も重要な歴史的瞬間に、この国会周辺前で安倍政権に対して強い抗議をなさっている皆さん方に心から敬意を表するとともに、私たち国会議員団が過剰警備を監視して今日約20人で1時半ぐらいから国会周辺を監視をしております。この行動は憲法違反の安保法制、すなわち戦争法案に反対する立憲デモクラシーの議員を中心に、そしてこれまでにもこの国会周辺で集会があったときに、今日も多くいらっしゃいますけれども、弁護士の皆さん方が腕章をつけて警察の過剰警備がないように、トラブルがなるべく起きないようにと、そういう行動をしてきたその一環です。皆さん、この間こういうことがありました。多くの人たちが安倍政権に反対をするために、例えば7月24日シールズの皆さんがこの場で夜の7時半から9時半まで行動を行っていた。それに呼応して多くの世代の人たちがここに集まろうといたしました。特に桜田門の駅を降りてこの国会正門前に向かってきたときに、あそこの桜田門の交差点からこっちに向かうその四つ角のところで、多くの警察官の人たちが参加者を止めてしまいました。どん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 参加者は増えてくる。だけど警察の人たちはここから先行けませんよ、中には国会正門前はもういっぱいです、嘘を言うようなこともありました。そして行かせろ、止めろということで、残念なことながら69歳の男性が
逮捕されてしまいました。私はその場で弁護士とともに強い抗議の声を上げました。もうそんなことを続けてはいけない。警察庁を通じて警視庁に過剰警備の中止を求め入れました。そして弁護士さんたちもそういう行動を取られました。そして今日皆さん方この国会周辺に10万人以上、そして全国で100万人もの人たちが戦争反対のために今ここで大きな声を上げております。これまで1時間私たちはずっと過剰警備がないかということを監視をしてまいりました。一人一人の警察官の皆さんはトラブルがないように事故が起きないようにと努力をしてくださっておりますが、現場を知らない指揮官にはそれがなかなか見えない現状の下でトラブルが起きてしまいますが、これからあと1時間にわたって私たちは国会の周りで監視を続けていくつもりでおります。皆さん、今朝の東京新聞の社説ご覧になった方もいらっしゃると思います。デモの民主主義という大きな社説が掲げられております。皆さん、私たちはここで集会の民主主義を実現しているじゃありませんか。それは安倍政権の民主主義破壊に対して強い抗議の声を上げている当然の歴史に対する私たちの責任に他なりません。シールズの皆さんだけではありません。中学生もおります。そしてこの場で皆さん周りを見渡してください。女性が多いというのも特徴です。天下の半分は女性です。女性が動けば世の中は変わります。そうだ、私たち男性も負けるわけにはまいりません。瀬戸内寂聴さんは93歳、ジャーナリストの室武司さんは100歳、安保法制戦争法案に断固として反対の声を全国で今多くの世代が上げているじゃありませんか。皆さん、9月は緊迫した状況がやってまいります。9月の戦いさらに続けていこうじゃありませんか。かつてスペインではファシズムに反対をして奴らを通すなという合言葉が広がってまいりました。今21世紀、そして緊迫した9月になりますが、私たちは安倍政権の民主主義破壊、平和破壊、戦後70年の平和を丸ごと消滅させようという権力の横暴に対してこれからも一緒に声を上げて進んでいこうではありませんか。皆さん、奴らを通すな。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて学者の会から池内悟さんです。安保法制反対学者の会の呼びかけ人の一人として池内が挨拶をいたします。皆さん ご苦労様です。この雨の中、考えてみますと、安倍首相が選出されたのは2012年の12月でしたよね。それからまだたった3年も経っていないわけです。その間にどれほどの悪政が通ってきたことでしょうか。特定秘密保護法を初っ端にして、辺野古の問題、あるいは、原発の再稼働が現実に起こった、あるいは労働法の問題、道徳教育の問題、もう実にさまざまな問題が安倍首相によって、無視出され、そして私たち国民の中に、まあ、投げ込まれてきたわけですね。そして今やこの戦争法案であります。で、戦争法案によって、まあ立憲主義を踏み入れる、まあ、要するに憲法というものが国権を縛るものであるという、そもそもの全くの常識を彼らは知っていない。同時に、他国に自衛隊軍隊を送るということですね。そしてアメリカの手助けをする、このような3点セットの安全保障戦争法案に関して、なんとぬけぬけと平和安全保障法案という名前をつけるわけですよね。これほど国民をなめた法律はないと私たちは言わざるを得ません。で、これに対して、私たちはようやく堪忍袋の尾が切れたという状況と言えるかもしれませんよね。これは全く
私たち自身も今日を起点にしてこれから長い戦いになるということをやはり肝に銘ずる必要があると思います。私たち科学の世界で言いますと、科学の軍事利用ということが具体的に始まろうとしております。そしてまさに海外に出かけていく兵士たちに武器を与える研究を科学者にさせるという状況が生まれつつあるわけですね。このような状況は、無論今に始まったわけではなくて、逆に今始まろうとしているからこそ、具体的に一歩を進めようとしているからこそ、今の段階で目をつぶしておくということが非常に大事であると考えております。その意味で、安倍政権の悪政を直ちにやめさせるためには、この安保法制を、廃案にして、そして直ちに対談に追い込む、対人に追い込むと、そういうことを実現するということが結局日本を救う道である、というふうに考えておりまして、これは皆さんも全く同意見であると思います。ということで、戦争法案の廃案に向けて、そして安倍退陣に向けて、今後もずっと頑張り続けたい。そして今日の成功を大きく盛り上げて、より広い、より広く、より深く、安倍に脳を突きつける、機会をどんどん広げていくということを皆さんとお誓いしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、3時になりました。今日は全国でおそらく1000箇所以上のところで同時に行動が行われています。3時になりました。全国1000箇所以上の仲間と共に一緒にコールを上げようではありませんか。主権者は私たちだ。Hey!
私たちの決意と力見せつけようではありませんか。シティーチを続けます。続いて毎週ここ国会前で抗議の声を上げ続けている自由と民主主義のための学生緊急行動シティーズの奥田亜希さんです。こんにちは。雨の中ですげえいろいろ大変だと思うんですけど、まだ頑張るんでよろしくお願いします。最近よくこの安保法制のことが決まったらあなたたちどうするんですかって言われるんですけど、これが通るまでもこれのことが決着ついた後も次の選挙もずっとずっと問われてるのは主権者である私たちです。ずっとずっと俺たちが考えていかなきゃいけないし、それが民主主義ってもんだと思います。だから何回でも言いましょう、こんなところで終わりではないです。そうだ、今日60年ぶりぐらいなのか分かんないですけど、国会周辺でこの国会前の道路を埋め尽くして人々が声を出しています。さあ、人々の怒りでもあるし叫びでもあるし、主権者は俺たちであって最高責任者は私だとか言ってのさばってるお前じゃないっていう叫びです。安倍首相はどうでもいいとかリアジを飛ばしてこの安保法制のことを結構軽く見てると思うんですよね。法的安定性は関係ないとか憲法だって無視していいと思ってる。ただ憲法っていうのは俺たち一人一人の権利なんで、それを無視するっていうのは国民を無視するってことなんですよ。この国に生きる一人一人の民を無視するってことなんですよ。後方支援だって実際には武力行使と一体になっているし、武器統合防護だって実際には武力の行使ですよ。武力の行使ってどういうことですか。武器を使用するってどういうことですか。戦争に参加するってことなんですよ。だから俺たちは声を上げないといけないし、今も今日は友達たちが今まで Twitter とか LINE とか Facebook でしか見たことなかった友達たちが全国から今日集まってます。20カ所以上から600人の友達が来てます。600人の学生がそこら辺で今コールやってるんで、見つけたら声かけてやってください。率直に言います、どうでもいいとおっしゃるならば総理をやめてください。憲法を無視するならば総理をやめてください。なぜか国民が法律を犯したら逮捕されますよ。当たり前ですよね。そうだ、権力者が憲法を無視したらそれはクーデターですよ。そうだ、だから言うんですよ、やめていただくしかないと。そうだ、これはかなり当たり前のことですよ。憲法は守った方がいいって変なことですかね。おかしな主張ですかね。偏ってますかね。極端ですかね。利己的ですかね。そんなことない、そんなことないでしょ。どうでもいいなら総理はやめろ。ゴールします。どうでもいいなら総理をやめろ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 。
理をやめろ。どうでもいいなら総理をやめろ。憲法を守れ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 。勝手に決めるな。勝手に決めるな。憲法を守れ。憲法を守れ。戦争反対。憲法を守れ。戦争反対。民主主義ってなんだ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 。戦争反対。戦争反対。戦争反対。安倍はやめろ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 。ありがとうございます。じゃあ今日関西から来てくれた友達がスピーチするんで、あ、先にすいません、先に今日はもう一人ビッグ な友人と言っていいか先輩と言っていいか分かんないですけど、友人でもないですけどね、ただ駆けつけてくれるということで超待ってました、坂本龍一さんです。こんにちは。あの彼のような、元気のある発言はなかなかできませんけども、あの初対面ですよね。どうもこんにちは、よろしくお願いします。そうですね、このシールズの諸君、それから今回のこの安保法案の、ことが盛り上がってくる前はですね、僕もかなり現状に対して絶望してたんですが、このシールズの若者たち、そして、まあ、主に女性ですかね、女性たちが立ってくれて発言してくれてるのを見てですね、今にもまだ希望があるかなと思っているところです。本当に良かったです。まあ、ここまで、崖っぷち、政治状況がね崖っぷちになって初めて、でも私たち日本人の中に憲法の精神、救助の精神がここまでね根付いているということをはっきり皆さんが示してくれて、とても勇気づけられております。ありがとうございます。それで、まあ、今の日本国憲法は確かにアメリカに与えられたという声もありますけども、今この状況で今民主主義が壊されそうとしている、憲法が壊されそうとしている、ここに来て民主主義を取り戻す、憲法の精神を取り戻すっていうことはまさにその今の憲法を自分たちの血肉化することだと思うんです。とても大事な時期だと思います。憲法っていうのは世界の歴史を見るともう何世紀も前から、人々が自分たちの命を懸けて戦い取ってきたものです。もしかしたら日本の歴史の中では明治憲法しかり、日本国憲法しかり、自分たちの命を懸けて日本人が戦い取ってきたものではなかったかもしれないけど、今まさにそれをやろうとしてるんで、僕たちにとってはそのイギリス人にとってのマグナカルタやフランス人にとってのフランス革命に近いことが今ここで起こってるんじゃないかと僕は強く思っております。ぜひありがとうございます。ぜひこれを一過性のものにしないで、あるいは仮に安保法案が通ってもそこで終わりにしないで、ぜひ守り通していって行動を続けていってほしいと思いますし、僕も皆さんと一緒に行動してまいります。どうもありがとうございました。ちょっとだけコールします。
安倍はやめろ、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 憲法守れ、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 戦争法案絶対廃案、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 Hi ya! 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 本当隊長がちょっと心配だったんですけど、坂本龍一さんが来てくれて。でもう一人関西から友達が来てるんでスピーチしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、大阪から来ました寺田智香と言います。よろしくお願いします。私たちは今込み上げてくる怒りや衝動を肉体的な暴力や一時的な快楽でごまかすことなく言葉と普段の努力に変えてここに集まっています。安倍首相、私たちの声が聞こえていますか？この国の主権者の声が聞こえていますか？自由と民主主義を求める人たちの声が聞こえていますか？人の命を奪う権利を持つことを拒否する人間の声が聞こえていますか？先週テレビで国会中継を見ていたら、イラク戦争での米軍の戦争犯罪について安倍首相が質問を受けていました。米軍が民間人の家に立ち入り、3歳の子供や生後5ヶ月の赤ちゃんを含む無抵抗の11人を銃殺したこと、子どもたちが通う学校を米軍が占領し、それだけはやめてほしいと非暴力のデモを行った市民に対して米軍が直接銃を向け次々に射殺したこと、ファルージャ総攻撃では息をしている者はみんな殺せという指令のもと、女性も子どもも家畜も助けに来た救急隊員も白旗を握りしめていた少年でさえ皆殺しにされたこと、これらの米軍の行為は戦争犯罪ですよねと山本太郎議員に問われた安倍総理はこれに答えることができませんでした。事実確認ができないので戦争犯罪だと断定することはできないという理由でした。だったら私が代わりに答えます。イラクでの米軍の無差別殺人は戦争犯罪です。私はこの法案が通ることによってこういった殺人に日本が積極的に関与していくことになるのではないかと本当にいても立ってもいられない思いです。すべての命には絶対的な価値があり、私はそれを奪う権利も奪うことを許す権限も持っていません。なぜならいくら科学技術が進歩しても私たちは死んだ人を生き返らせることはできないし、奪った命を元に戻すことはできないからです。今この法案を許
失われていったかけがえのない命を取り戻すことができないように、私はこの法案を認めることによってこれから失われるであろう命に対して責任を負えません。私の払った税金が弾薬の提供のために使われ、遠い国の子どもたちが傷つくのだけは絶対に止めたい。人の命を救いたいと自衛隊に入った友人が国防にすらならないことのために犬死にするような法案を絶対に止めたい。国家の名のもとに人の命が消費されるような未来を絶対に止めたい。敵に銃口を向け、やられたらやるぞという威嚇をするのではなく、そもそも敵を作らない努力を諦めない国でいたい。平和憲法に根ざした新しい安全保障の在り方を示し続ける国でありたい。私はこの国に生きる人たちの良識ある判断を信じています。国民の力をもってすれば戦争法案は絶対に止めることができると信じます。いつの日かここから、今日この一見絶望的な状況から始まったこの国の民主主義が、人間の尊厳のために立ち上がる全ての人々を勇気づけ、世界的な戦争放棄に向けてのうねりになることを信じ、2015年8月30日、私は戦争法案に反対します。ありがとうございました。ありがとうございました。今日本当全国からいろんなことが集まってきてるんで、また延長して4時から1時間やるんで、残れる人は残って一緒にコール、声を上げてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。安倍はやめろ、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 憲法守れ、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 平和を守れ、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 戦争反対、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 安倍はやめろ、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 安倍を倒せ、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 戦争反対、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 戦争反対。ありがとうございました。また続いて、まだまだ続いていくんで声上げていきましょう。今まで70年間支えてくれてきたおじいちゃん、ばあちゃんや父ちゃん、母ちゃん、そして妹、弟に本当にリスペクトです。これからもこの戦後の歩みを続けていきましょう。戦後100年経った時にはまたここに来ましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。戦争を阻止できなかったら何がもたらされるのか、間違いなく想像を絶する参加です。この戦いは絶対に負けるわけにはいかない戦いです。何が何でも何としても詰める岩壁を這い上がるような思いをしてでも負けるわけにはいきません。勝たなければいけません。すいません、再度乾杯の絶大なるご協力をお願いします。あ、すいません、あともう一つ、衝動権保障エリアのお願いです。混乱しているのは分かりますが、国会向かって正門向かって左側は衝動権保障エリアとなっております。みんなが安心して参加できるよう携帯でも、撮影、その他ネットでのアップはご遠慮ください。よろしくお願いします。それではスピーチを続けます。次は作家の森村誠一さんです。私が喋れと言われれば1時間ほど喋ります。今日与えられたのはたった4分。
したがって今日はこれだけ大勢の集まった女性に対してお話をします。戦争はですね、女性を破壊します。最も残酷な形で女性を反対します。例えば現在デモクラシーのシンボルのような憲法においてもですね、女性が美しくある権利は保障するという言葉はありません。なぜないか、それは当たり前のことを憲法に謳う必要はない。ところが私は戦争が終わった当日ですね、日本の女性、いわゆる、総占領、いわゆる全ての日本人女性を含めて、兵士になれという命令が出ました。その時に女性はどうされたか。まずですね、女性はモンペという一番醜い衣服を着せられる。そしてパーマネントを着た女性は髪を刈られ、振り袖を着た女性は袖を切られました。そういう中で女性はですね、竹槍を与えられて、あの時ルーズベルトやチャーチルの藁人形に竹槍で一つ訓練、刺し貫く訓練をさせられた。私はそれを見てですね、女性という地球の中で2種しかいない大切な女性がですね、破壊されている光景をまだまだと見て、絶対に女性にとって戦争をやってはいけない、ごく当たり前の女性の権利がですね、破壊される。安倍政権はですね、その女性を殺そうとしています。そして、一番最初に犠牲者となるのは若者たち、その若者たちが一番明白な危険にさらされる。そして女性にとって一番大切な美しさを守るということが踏みにじられます。特に今日この雨を共有した女性たちはですね、絶対にそのことを忘れずに、戦争が始まったら女性の人権は破壊されるということを絶対に忘れないようにお願いしたい。はい、もう4分で終わりだそうです。いわゆる女性が壊されるということは、子供が生まれなくなって人生が破壊されて、そして地球が滅びるということ。安倍さんはですね、女性を軽率に軽蔑して、そして竹槍を持たせて B-29 や航空母艦を沈める訓練をさせた。こんなバカバカしい戦争はない。そのバカバカしい戦争をですね、安倍は再びできるような可能な国家にしようとしています。私も物を書く人間として絶対に許せないけれども、私はかなり危険な思いをしました。悪魔の捕食という、アンチ平和を、その戦争というもののですね、真実を書いた場合に森村誠一暗殺計画というのが、企画されました。つまり言論の自由、思想の自由も、圧殺された。皆さん、この中で特に一番最初に殺されるのは若い人たちです。それも大学生、高校生が多い。皆さんは今日降ったこの雨をですね、共有して絶対にこの日を忘れない。そして絶対に安倍を許さない。そして絶対に戦争可能な国家にしてはいけない。これは私たちの責任でもあり、使命でもあり、義務でもあります。以上、4分経ちましたので、どうか皆さん、今日の雨を忘れないように。不幸の雨です。どうもありがとうございます。ありがとうございました。続いて宗教者からです。聖護院門跡門主で宗教者救助の輪代表の宮城拝念さんです。はい、どうもありがとうございます。宗教者救助の輪の代表をしております宮城大念、京都の聖護院からやってまいりました。
戦争法案の非合理性、矛盾についてはもう皆さん方はよくよく知ってここへお集まりや、私がそれについて長々と申し上げることは何もない。しかしながら、ただいま森浦さんがおっしゃったように、戦争というものが、になったならばどうなるのか。私はですね、外中は行かなかった。しかし中学2年の時に、終戦になるまで中学へ入ってからはずっと軍事教練の明け暮れであった。そして軍事教練の明け暮れの中で、私たちは戦争のために命を失うのは当たり前なんだと、天皇陛下の席士なんだからその命を差し上げるのは当たり前なんだという教えの中で、批判することさえも許されなかった。竹槍です。お前ら10人で一束になって一人のアメリカをやっつけるんやと、もしもお前らが死んだら名誉ある靖国に祀られるんやと、せやからお前らは頑張れって竹槍訓練をさせられた。私は思わずその時に竹槍を持ったままつぶやいた。こんなんで勝てるんやろかって言うたらですね、それが教官の耳に入って、そして教官して連れ込まれて、後で、仲間に言われた、お前よう生きて出てこられたなと、そういうような時代やったんです。東北前進で重い村田銃を捧げて、そして、安門の服の肘が擦り切れて血が出てもその銃を地面につけるというようなことがあれば、それはたちまちに鉄拳が飛んでくるし、カシの木の棒で殴られた。でそれに対して痛い、当たり前なんです。しかしながら戦争するためにはこれが当たり前なんやというように人間改造が進んでいく。そういうのが外地へ行って死ななくっても日本にいる青年たちに課せられた。私が15歳の時の話です。ところが安倍さんは、徴兵制度はないと言ってます。しかしながら確かに兵役に課せることがないと言っていた。15歳の時に昭和20年の初めに、15歳になれば兵役に課することができるという法律が勝手にできてしまうた。私らはかろうじて8月に終戦になったから外地へ引っ張られることはなかった、肉弾になることがなかったけれども、そういうふうに法律は勝手にできていく。今度も憲法9条がなくなってしまう、なくなそうとしている、この戦争法案に続いて出てくることは必ず憲法改正という改正じゃない、改悪という問題が出てくる。これはもう日の目までを歩きながら、憲法9条をないものにした場合ですね、私たちの人間性はたちまちにおいて失われていくことは、2014年に、自民党がこしらえた憲法改正草案にはっきり出ている。何事も公共のため公益のために私たちは犠牲になる。財産権も公共公安に、のためには財産権も犠牲になるし、こうした集会も公共と公共のに反しない限り思想、信条、集会、出版の自由は保障されると。つまりこういうようなことは全部国の、方針に盾をついてるわけやから、たちまち禁止ということになります。今禁止中ね、4分経ったから禁止中のが出てきた。で私たちは今後いかに生きていくか、戦争反対をここで叫ぶだけではなしに、今後いかに人生を過ごしていくか、そのためにもこの偽りの声を上げていたんではダメなんだと、心から最後まで人生の中で偽りのない生き方をしていかなければならない。それがやはり戦争反対だろうというふうに思います。失礼しました。ありがとうございました。続きまして憲法学者浦田一郎さんです。お願いします。明治大学の浦田一郎と申します。私は、憲法の中で平和主義を研究テーマにしています。でその平和主義について、政府はどのように考えているかという分析をしています。
で、その解釈がいいか悪いかの前に政府は何を言いたいのかということを理解するように努めています。それで高校生を相手にして、集団的自衛権容認の問題の話をしたことがあります。講演が終わった後の高校生の感想文の中に、こういうものがありました。自分は集団的自衛権批判派でしたが先生の話を聞いて容認派に変わりますというのがありました。そのくらい私は政府の議論を、よく理解し説明しようとしてきました。でそういう姿勢で大学でも講義をしています。でこの問題を、話した後学期末の試験でこれに関係したものを出しました。それに対する学生の答案はほとんど同じパターンになっていました。政府は集団的自衛権はもともと違憲だと言っていた。それを合憲とする理屈が理解できない。だからやはり違憲ではないかと、こういうのです。わからないから違憲だという妙な回答でした。妙な回答を熱いさなかに200枚も読まされたという感じがしましたけれども、よく考えてみたら、これは問題の本質を表現しているかもしれません。出来上がった法律が違憲か合憲か裁判所で問題になることがあります。でその時には、国会の審議を経ているからということで一応合憲という扱いを裁判所はします。ですから違憲だという側が違憲であることを証明しなければなりません。その証明に失敗すれば最終的に違憲だということになります。しかし今国会で議論になっていることは法案です。ですから出来上がった法律のような理屈は当てはまりません。でその上にしか も学生の答案が言うようにもともと自分は違憲だというふうに言っていたわけですから合憲であることの証明をする責任は政府の方にあるはずです。ですから合憲だということが証明できなければ違憲ということになるのではないでしょうか。でそれにはそれだけの、それだけの理由があると思うんですね。それは結局この問題は解釈改憲だからということです。本来、改憲手続きを踏むべきなのに、閣議決定で、ごまかそうとしたというところに問題があるわけです。憲法9条6条の改憲手続きの脱法行為です。ですから、よくわからないものは違憲というふうに遠慮なしに言っていいんだと思うんです。で、こういう法案は廃案にしましょう。ありがとうございました。続きまして日本弁護士連絡会山岸亮太さんお願いします。すいません、今ご紹介いただきました弁護士の山岸です。今日は2時前にここに来ました。そうしましたらあんまりたくさん人が集まっていてなかなかここに来れない、こういう状況でした。大変雨が降っていますけれどもこんなにたくさんの市民の方が集まっていただいて私も本当に心強いなと思っています。日弁連は弁護士の強制加入団体です。すべての弁護士が加入している団体です。その弁護士会は閣議決定による安保法制の容認、集団的自衛権の容認、今回の安保法制、これは違憲であって憲法に違反している、憲法に違反した法律を作ることは立憲主義に違反している、だからこの安保法案は廃案にする、そういう決意で今全国の単位会で運動を広げています。今この時間にも全国各地で一緒に今ここに国会の前で集まっているおそらく10万人以上の方々と共に全国で弁護士も頑張っています。戦争は最大の人権侵害です。戦争は人が人を殺すことです。人と人が殺し合うことを国が
主権者たる国民に強制することです。こんな人権侵害が許されていいわけありません。しかもその人権侵害が憲法改正の手続きを取らず、国民の声を聞かず、解釈会見で国会での多数ということだけで決められようとしています。こんなことが許されるはずありません。基本的人権はその時々の政権や多数派によっても奪われない。その意味では戦争をしない、この日本の国是がこんなに簡単に破られていい、こんなことは法の支配に基づく法律正義を求める弁護士には許されないことです。先日26日には弁護士だけではなく理性に基づき正義を探求する、真理を探求する学者の方々も法律家と共に立ち上がって記者会見をしました。やはり誰が考えても普通の冷静な理性を持っている人はこの安保法案が違憲であり、こんなことが許されない、こういうことで一致しているわけです。法の支配の基づき正義を探求する弁護士、真理を探求する学者、みんなこれに反対しています。もう一つ大事なことがあります。この法案は違憲なだけではなく全く歯止めがないんです。一番それを示しているのは弾薬の中に核兵器も含まれていて、法案上は核兵器を戦場まで使うために運ぶことができる、こんなことが法律上は許されているんです。これはこの点だけではなくて集団的自衛権の行使にもそうですし、後方支援をする武力行使の問題もそうですし、武器使用も全てが時の政府が規制を感じれば何でもできるような広範囲な法律です。こんな法律は憲法にも違反するし立法事実もないし、政権にフリーハンドを与えてしまうものです。人権、平和、このために弁護士会は最後まで安保法案を阻止するため皆さんと一緒に戦うことをお誓いします。共に最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。続きましてママの会池田涼子さん、お願いします。皆さんこんにちは。安保関連法案に反対するママの会の池田涼子です。ママの会は今日までに約40の都道府県と地域で立ち上がり、地元選出議員や首長との懇談、デモやスタンディングなど自分たちができることをそれぞれが考え実行に移しています。今日もこの国会法案に連帯して各地で行動しています。このママの会に寄せられたメッセージ、ママの会は7月4日に立ち上がりました。この7月4日から8月17日までの間に約1万9500人のママたちからメッセージが寄せられて、こんな厚さの冊子が出来上がりました。測ってみたら 2.5 センチありました。すごい字小さいです、見にくいです。でもここにぎっしりママたちの思いが詰まっています。8月17日以降も集まっています。私たちは3日前の木曜日にママの国会大作戦メッセージ提出集会を開きました。ここには北海道から福岡まで各地のママや子どもたち、国会議員が約90人参加して、国会内で集会と議員養成行動を行いました。私たちがこのメッセージ集を一番手渡したいのは安倍首相です。安倍首相は国民の皆さんに丁寧に説明するとおっしゃいました。それならばこのメッセージ集を何としても安倍首相に届けようと、事前に集会の後お部屋に伺いますとご案内を差し上げました。ところが議員会館へ行くとアポなしでは面会できませんと断られて、それはおかしいでしょう、私たちきちんとこの日のこの時間に伺いますとご連絡差し上げましたと伝えると、今度は自民党本部に電話してくださいと言われました。自民党本部に電話するとそれは控え室に掛け合ってくださいとおっしゃるんです。結局たらい回しです。
それもうなんか私たちも途方に暮れてしまって、あのこれは安倍首相は国会にも自民党にも国民の声を受け付ける窓口を持っていないのか、担当者がいないのか、担当者は1週間いないと言いました。この情勢で1週間いないってどういうことですか。だけど私たちは絶対に諦めません。この戦争法案を何としても廃案にしたいと思っています。大阪から来たママが言っていました。私は政治に詳しくありません。新聞を読もうと思っても気がつくと新聞紙は子供がドレスや刀にしちゃってる。私たち母親は毎日そんな生活です。毎日だけど命と向き合っています。だから戦争はダメということを一番正しく知っているのです。私たちは訴えたいです。みんな誰かの子供なんです。議員さんたちは国会議員である前にまずお母さんの思いを想像してこの法案への態度を考えてください。今までサイレントマジョリティと言われていたママたちはもう黙ってはいません。民主主義ってこれだとママたちも気づいたのです。私たちは日々子供を育てている中で叱ったり笑ったり泣いたり時にはうんざりしてもう何もしたくなくなったり、だけど子供は愛おしい存在です。だからこそ戦争には反対します。子供たちは殺したり 殺されたりするために生まれてきたのではありません。私たちは他の誰でもない自分たちの声を上げ始めました。そして同じ立場の全てのママと手を取り合います。ママは諦めません。絶対に戦争法案を止めます。ありがとうございました。ありがとうございました、ここで念仏者救助の会東京代表本田静雄さんもお越しになっています。ありがとうございます。お名前の、紹介だけですいません。続きまして、ヘリ基地反対協の足富博さん、よろしくお願いします。国会前に参集されている多くの国民の皆さん、私は沖縄から参りました。今沖縄でも戦争法案反対の集会を今日5時から那覇の予備公園で開催します。3000人規模の集会をやります。やり遂げます。そして私たちが今沖縄で大きな問題になっているのは何か、辺野古に普天間基地の新しい基地を作らさせない、移設させない。これは私たちは18年間粘り強く戦ってきました。今は沖縄県の尾長知事、最初は賛成でした、今は反対になって、そして私たちの名護市長も反対の市長を私たちの手で作り上げることができたんです。皆さん諦めることではダメなんだ。戦い抜くことが現状を変えていくことになります。私は18年間戦い抜いてきましたが、このような沖縄の状況を作り上げてきたのはまさしく多くの県民が日本政府の国策によって沖縄を差別するこの現状を許せない、そこに立ち上がってきたわけです。皆さん、菅官房長官は沖縄に来たら法治主義と平然と言っていますが、法治主義というのは立憲主義に基づく法を治めることでしょう。憲法を改悪も しようともしない、しちゃいけないけど、憲法違反のこの戦争法案をやることで何が法治主義ですか。沖縄の声は知事も市長も私たちも反対、まさに民意は反対なんだ。民意を声を聞こうとしないこの安倍政権、今まさに戦争法案反対の国民の声を聞こうとしないこの安倍政権はまさに安倍サタン政権です。安倍マリアじゃない、安倍サタンなんだ。このことを私たちは思い浮かべながら安倍政権を打倒しましょう。それは戦争法案反対、
沖縄の戦い、今日朝日新聞に出てます、意見広告出てますね、これをぜひ見てください。沖縄の訴えがあります。さらに原子力発電所の再開を絶対に止めていく、この戦い、これが安倍政権打倒の3つの輪です。三角形のトライアングルです。この国民の大結集で戦い抜きましょう。これでそれこそ私たちの未来があるということで終わります。はい、ありがとうございました。それでは最後、行動提起を高田健さん、よろしくお願いします。皆さん、今日一日大変ご苦労様です。私たちの今日の 8.30 行動は、今大きな安倍政権に対するデモンストレーションの大成功として最終盤を迎えております。皆さん本当にご苦労様です。この怒り、この力、必ず安倍政権に届くと確信しています。そして国会内の野党の皆さんが結束して9月上旬の安倍政権の強行採決を絶対許さない戦いを展開してくれる、そのエネルギーになっていると私は確信しています。雨の中、本当に皆さん、国会の正門の前をうずめ尽くした皆さん、本当にご苦労様でした。今日の集会に参加した人数は私たちの集計で12万人と発表させていただきます。皆さん、天気が良かったら15万も20万もなったかもしれないと、12万人来てるんだ今日は。安倍政権に絶対この声は届くはずです。9月上旬の強行採決を阻止する戦いが私たちには待っています。今日の戦いを最後までやり抜いて、そして当面の行動を提示したいと思います。今日の行動は4時に一旦区切りをつけ、その後シールズの皆さんが主催する行動が5時まであります。これにも積極的に協力をして、一緒になって今日の抗議行動の背後を飾りたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。当面で9月3日木曜行動、定例の木曜行動があります。通常の集会にも増した大きな行動を9月3日国会前でやりたいと思います。議員会館前です。そして9月8日新宿の西口に一大結集をして大宣伝をやりたいと思います。イメージとしては総選挙とか様々な選挙の最終日の行動、皆さん分かると思いますけれども、ああいうイメージで新宿西口をうずめ尽くす一大宣伝行動を9月8日にやります。8日です、火曜日です。そして9月9日日比谷野外音楽堂に結集して、国会と銀座、今回は2方面に行きます。国会と銀座に向かって一大デモンストレーションをやります。9月の10日は国会前集会を、これはこの国会正門前で6時半から行います。そして11日同じように国会正門前の集会を6時半から行います。この9、10、11、かなり国会の審議期間では重要な期間になります。全力を挙げて結集して、今日以上のパンチを安倍政権に浴びせたいと思います。そして先ほど足富さんから報告がありました、沖縄辺野古の戦いです。この沖縄の戦いに連帯をして、9月12日土曜日、止めよう辺野古埋め立て国会包囲行動が2時からあります。総掛かり行動実行委員会は、
この沖縄の国会法案に全面的に協力をして、この12日の辺野古新基地建設反対の国会法案を絶対に成功させる、今日のような戦いを展開して沖縄の人々の戦いに応えたいと思います。そして皆さん、最大の山場と言われている14日の週です。14日から18日、私たちは午後1時から5時まで連続的な国会座り込み行動を停止します。合わせて6時半からはこの正門前で連続的に大集会をやります。安倍政権の強行採決を絶対許せない、参議院の強行採決を許せない、60日ルールの適用など絶対に許さない、そういう戦いを全国の人々と一緒にやりたいと思います。皆さん、今日の集会はおそらく全国で1000カ所以上やられているのは間違いないと思います。私のところに様々なメールが来ますけれども、これだけで350カ所以上あります。ところが一つ一つ聞くと、例えば三重県では連絡をしてきた人は、私の三重県ではあと7つあるとか、あと8つあるとか、そういうところが各県にたくさんあります。ですから350の報告は1000以上あると想像するしかないんですけれども、間違いなくあると思います。100万まで到達するかどうかはこれから調べます。少なくとも大阪の3万人をはじめ、全国で50万、60万の人が今日同時に雨の中ですけれども結局しているのは間違いないと思います。皆さん、この国会前の12万人、全国数十万人の大行動として 8.30 行動は大きく成功しました。本当に皆さんのご協力に感謝します。皆さん、これで終わりではありません。今言いましたように、この力を絶対に安倍内閣を打ち倒す、戦争法を絶対に止める、次の世代に対して今生きている私たちの責任を果たし抜く、戦後は70年で終わらせない、戦後100年を目指す、あるいはそれ以上を目指す、この当面する戦争法をお互いの力で、今日集まったこの皆さんの力で必ずやり抜こうではありませんか。皆さん、本当にありがとう。頑張ろう。ありがとうございます。
Thank you.
すごいね。とんでもない奴がとんでもないことをやろうとして、とんでもないことが起ころうとしている今、ようやく、ね、俺たち日本人も目覚めたって、そういう感じかな。今俺たちがさ、経験したことのないようなすごい時を迎えようとしている、すごい経験をできるかもしれない、そういう時を迎えているような、そういう感じが今日は
Oh, yeah.
会5000円ご支援よろしくお願いいたします。安倍昭恵年会ドロミスすすりさおかみ肩のお礼や好きなワンを頑張っております。安倍昭恵の支援応援よろしくお願いいたします。黙って見てるわけにはまいりません。皆様方の力を貸してやってください。安倍昭恵この必殺仕事人のテーマ美術これを背後に今回仕掛けました。固定なる馬鹿男に仕掛けました。本当に命を落として頑張った女性といえば安倍昭恵でございます。